それでは発表を始めます。今回取り組んでいるのはテキスト変異化というタスクです。これは文の意味を保持したまま分かりやすい表現に書き換えるというようなタスクです。で、その学習者だったり子どもなどの幅広いユーザーに情報、多くの情報を提供することができるようになります。で、ただそのユーザーに合わせてそのユーザーの知っている語彙とか、その読解力に合わせて、その人にとって分かりやすい出力っていうのが必要っていう側面があって、今回はこの点に着目しています。で、今回使っているコーパスが、公的文章書き換えコーパスというもので、これは、学校とか病院とか公共施設で、配布されている文章っていうものを、優しい日本語に書き換えたコーパスです。で、今回はその優しいものの3段階用意されていて、上から順に、語彙文文章のような形で、どんどん、一句語訳、意訳、要約、下に行くにかけてより平易な、文になっているというような形で、一つの原文に対して3種類の、平易文がついているというようなコーパスです。で、具体的な例としては、こちらのようになっていて、これが元々の文章で、語彙レベルで言い換えているもので、文章というように並んでて、下に行くにかけて、平易さは、より平易にはなってるんですけど、それと同時に、意味が落ちていたりとか、若干こう流暢ではない文になっているということがわかるかと思います。で、今回は、その、出力を制御したいということで、シンプルに、入力の文末に何らかのラベルを付与して、であとはそれと対応する平易文というのを使って、それを対訳コーパスとみなして学習させるという、これだけのアプローチです。で、このラベルをどういうものにするかというので、2種類今回用意していて、1つは、そのコーパスにある筑語訳、意訳、要訳の、この3種類がなんか別々なものであると認識させるようにラベルを付与する。で、もう一つは、編集操作の方に着目していて、この3種類、後で述べるんですけど、この3種類を用意しています。で、ドメインラベルの方では、そのさっきの例と同じ感じで、この筑語訳、これとこれのペアで、筑語訳をつけるみたいな形で、学習を行います。で、編集操作ラベルの方は、3種類用意してて、1つは圧縮率で、これは、入力の文を、どのくらいの、長さにするのかで、編集率は、どれくらい編集するのかと、あとはワードランクというものを定義していて、どれだけ平易な文にするのかの3種類です。で、これをそれぞれ、各特徴量ごとに10段階用意して、で、そのペアに対応するようなラベルっていうのを文末に付与して学習を行います。はい。で、実験設定は、その変異化のモデルとしてトランスフォーマーと、それにコピーメカニズムがついたものを使っています。で、データの量は、トレインと、学習データと開発データとテストデータが、このようになってて、で、今回は、原文から、筑語訳、原文から 何らかの変異文の他に、例えば筑語訳から意訳のような、より平易なになるようなペアっていうのも、全部含めて学習っていうのを行っています。で、それぞれ、学習データは、3万、2万5000とか分ペアくらいで、非常に少ないデータです。はい。で、比較の対象となるモデルは、一つは、ラベルなしとして、シングルっていうもので、これは、テストデータと、一致するペアのみを学習するっていうこと、学習に利用するっていうことで、原文と筑語訳の、原文から筑語訳への変換を評価する際には、この原文と筑語訳のペアのみで学習したモデルを使うっていう形、あとは、ジョイントって呼んでて、さっきの全、変異化ペアを学習に利用するということと、あとはドメインラベルと、編集操作で、編集操作は、テストの時には、本当は参照文がないんでわからないので、
まあその結果に示すときには、そのベストなキックスコアが出るラベルと、あとはまあ参照文を見た上で、ラベルを付与した場合の結果っていうのをまあ比較しています。で、結果がこちらです。で、まあドメインのラベルだったりとか、まあ、編集操作のラベルを付与することで、まあ、このジョイントに比べて、まあ、性能が上がっていたりとか、まあ、それと同等程度の、性能が出ているということが分かります。で、まあ、ゴールドの方では、まあ、あの参照文の、まあ、情報っていうのが、一部入っているので、まあ、より高いスコアが出ています。で、まあその編集操作に関して、まあ、ちゃんと、操作ができているのかについても評価しています。で、まあ、こちらが、圧縮率を表して、出力分の圧縮率を示しているもので、オレンジ、緑、青の順で、その入力分に付与する圧縮率のラベルっていうのを、まあ大きくなるように変化させています。で、まあ、このラベルに応じて、その出力の分の分布っていうのが変化していることから、まあ、ラベルの意図に合わせた、制御っていうのができていることが分かります。で、編集距離においても、まあ、同様な傾向が得られています。で、まあ、最後にワードランクでは、まあ、その先ほどの圧縮率編集距離ほどではないんですけれども、まあ、ラベルを変化させることで分布が若干変化している傾向にあります。はい。で、最後に出力例です。まあ、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、まあ、上から入力分と、まあ、その圧縮率を変化させた時、編集距離を変化させた時とワードランクを変化させた時って並んでいるんですけど、まあ、実際に人手で見ても、まあ、その圧縮、まあ、ラベルに応じて、まあ、比較的まあ流暢な文っていうのが、出力できていて、まあ、なおかつラベルの意図に合わせた出力ができていることが分かります。まとめです。今回はラベルを付与するっていう、まあ、シンプルなアプローチで、出力制御の効果っていうのを検証しました。で、ラベル2種類用意しているんですけど、まあ、今回このラベルを付与することで、まあ、性能を損なうことなく、まあ、出力の制御っていうのが可能であることを示しました。はい、以上で終わります。